後ろ受け身について、一つ発見したことがあります。この間下が板間のところで受け身の稽古をしたんですよね、初心者の人たちと。そしたらですね、尾低骨とか背骨が痛いという声があったわけです、ね、下硬いから、まあ、マットの上だとなんとかごまかしが効くんですけれども、下が板だともう硬いということになりました。で、私も改めてこうやって受け身取ってみるんですけど、当たんないんですよ、ここ。なんでかっていうと、どっちか半分しか当たってないんですよね。この場合だと、こう、今日すごい極端にやると、こうですね、こう。ね。なので、後ろ受け身は後ろ受け身っていう名前なんですけれども、本当に後ろにこう行くわけではない。実際にはどっちかの半分でこう転がるんだということが新たに分かりました。はい、なので後ろ受け身は後ろに、真後ろに行かないように、どっちか半分なんだっていうのをちょっと覚えておいてください。